皆さん本当に1年間ありがとうございました。去年の最終戦でも言いましたけれども、この大変な状況の中で今シーズンもコンサドーレを守っていただいたのは皆さんのおかげだと思っております。改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。サッカーのことはこの後ミシャさんがたっぷり話してくれると思うので、今年25周年という、記念の年でした。石水さんが亡くなられたりいろんなことがありましたが、25年間のをこうロングショットで見てみると、やっぱりクラブは確実に成長していると思います。この先やっぱりもっともっと石水さんの手紙にも書きましたけれども、清水勲さんが想像できなかったようなクラブにしていくために、現場は努力を続けると思いますが、いずれにしても皆さんと一緒に皆さんの力がないとおそらく清水勲さんの想像を超えることはできないと思いますので、改めて引き続きサポートをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。表現の仕方はやっぱり拍手だと思うんですね。で、今日はもう25周年の記念すべき年の最後なので、みんなでスタンディングオベーションで、要は拍手で終わりたいというか最後締めたいと思います。立ち上がることができる方は皆さんちょっとご起立願えますでしょうか。この意味はまずいつも拍手をいただいていた選手からスタッフから皆さんへの拍手、それから、石水さんはもちろんですけど、今まで25年間いろんな人がクラブをサポートしてくれていると思うんですね。で、そういう人たちへの感謝の拍手、そして、何よりも2年間も皆さん一人一人いろんなストレスを抱えながら生活して、もうみんな頑張ってると思いますので、皆さんから皆さんへの拍手、そんな意味を込めながら、そして最後に、クラブがこの先の25年間、もっと成長するために、現場と皆さんの、団結の印として、スタンディングオベーションをしたいと思います。